どうも、吉谷です。今回ですね、塾生さんの俊英くんと、対談セッションしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。俊英です。はい。まあ、俊英くんのことをちょっと知らない人もいると思うんで、はい、簡単な自己紹介してもらえると助かります。あ、はい。俊英という名前で、インターネットのビジネスをしています。で今は、メルマガをやっていて、で、メルマガの中で、自分の商品独自コンテンツを、販売してます。はいはい。ということで、多分去年の結果報告だったかな、去年の結果報告12月180だったかな、はい、なんか過去最高いきましたっていう、あ、そうですね、なんか、はい、報告もらって、まあその、はい、俊英くんがコンテンツ販売だったりとかメルマガを始めたのはいつぐらい？2018年の8月ですね。ああ、もうそんなになるか。あ、じゃあ、そうですね。だから去年か、はい。去年の夏か。そうです。去年の夏ですね。うん、去年の夏か。去年の夏で、まあ、1年じゃ半ぐらいか。そうですね。で、メルマガ、こう、ステップメールとか始めて、はい、いつの段階で何ヶ月後ぐらいで月収100万はいきましたか？だからメルマガ始めて100万、うん、8、9、10、11、5ヶ月目ですね。5ヶ月目ぐらいに100万と。はい、あのちょうど去年の今頃に100万と、うん、あの超えたんで、メルマガ始めて、うんうん、はい、で、まあ、5ヶ月ですね。あ、で、メルマガ、な、俺が一番なんか覚えて印象深いのが、なんか報告もらった時に、はい、まあ、吉谷さんと最近はその LINE アットって言われてるけれども、メルマガガチメルマガガチでやっても 100万いきましたねみたいなね。それ結構印象、言いましたね。そう、結構印象深かったね。そうですね。いや、でも本当にその通りで、うん、僕があのメルマガやるまでは LINE アットをメインでやってたんで、うんうん、結構僕も衝撃的だったですね。あ、自分も行くと思ってなかった。正直、まあ、やればいつかは行くだろうって思ってたんですけど、うん、自分が思ってるよりはやっぱ早かったですね。100万、メルマガで100万行くのは。まあ5ヶ月だったらまあ早いよね。あ、そうですね、うん、まあ5ヶ月は早いと思うよ。はい、はい、ありがたいことに、うん、だってまあ基本ステップメールだもんね。あ、そうですね、うん、だからまあぶっちゃけ今ね まあ、さっきちょっと聞いてこれからあの詳しく聞こうと思うけど、広告回せばまあリスト取れるし、はい、であとはまあコンバージョン見ていくだけじゃん、あとは。そうですね、うん、自動でステップメール流れるわけだからさ。はい、うーん、で、マックスはどれぐらいいった今年？今年マックスは110万ぐらいでしたね、確か。じゃあ、はい、だいたい平均だとどれぐらい？平均だと、多分60から70とかですね。おお、なるほど。ゼロはありえる。平均すると。ゼロありえる。ゼロは今のところないですね、今年は。なるほどね。じゃあもう、リストがちゃんと取れて、そこからステップメール一応稼働して、まあ、ちょいちょいか、あの、はい、確実に売れてるって感じかな。そうですね。まあ、すごいね。いやでも全然自分的にはなんかもっと伸ばしたいなっていう感じなんですけど。まあその施策として今広告やってるんでしょ、はい、でも。そうです、もう完全に初めてなんで。うん、はい。広告は何の広告やってんの今？Facebook ですね。ああ、Facebook は一番いいと思うね。はい。うん。属性的にはいいと思うよ、Facebook が。そうですね、うん、はい。で、今予算はどれぐらいやってんの？予算月50万ですね。なるほど、月50ぶっこんでんだ。ぶっこんでます。なんかそれぐらいやんないとなんかうまみないなと思って。
おお、すごいね。はい。自だから分、もうやるならちゃんとやりたかったんちで、ゃんとやってるね。ちゃんと、でも僕自分でやってるわけじゃなくて、外注してやってるんで、あ、そうなんや。そうです、そうです。へ宮崎さんの紹介で、はい。え。うん。へえ、すごい。いや、50かけてるって、まあまあ本気でやってるね。そうっすちね。ゃんとやってるね。はい、もうちゃんと今後もやっぱ広告ちゃんと回して、なるべく何もしたくないんで。なるほどね。はい、へえ。で、今、広告回し始めてどれぐらい？いつから？今月の6日から回してますね。12 月6日から広告回して、今収録してるのが20日で、14日間、約2週間か。そうですね。この2週間でどれぐらいリスト取れた？でももう300、どんくらいだろう。ちょっと待ってもらっていいですか。いよいいよ。会計画面をちょっと見ます。でも平均すると1日10リストぐらい取れてるんですよ。あ、そうなんや。じゃあ、14日で140か。10リストだったら。でも、そうですね。そのぐらいですね。で、今、消化はどれぐらい、1日の予算というか、1日消化はどれぐらいなの？1日のは、日によって違うんですけど、だいたいそうですね、少ない日でも2万5千とかおお、なるほどのね。日もありますし、3万5千とか、後半の方は4万5千とかなるほにど。なってますね、一応設定上では。いや、じゃあ、それ、なんか回り出したら、ちょっと楽しみだね。そうですね。まあ、あと、広告予算と、あと、収益がどれぐらい出るかによって、あと、分回せばいいだけだからそうですね。あとはそこの本当に兼ね合いというか調節だをひね。たすらやっていくっていう。そうだね。今、ステップメールは何通ぐらいできてるの？それは。今は。ステップメールはトータル何通ぐらい？メインのメルマガだと多分、87通ですね。へえ。87通っていうと、30、まあ約3ヶ月ぐらいか。そうです。3ヶ月ぐらいですね。ああ、じゃあそれ自動で3ヶ月ぐらいメール行くと。そうですね。へえ、なまあ、2019年終わるけども、まあ、自分がそのネットビジネス本格的に始めて、ステップメールとか、その仕組み化というか、そういうのもやって、まあ、ちょっと立つやん。なんそうか、ですね。振り返ってみてどう？自分がなんか広告費50万使ってガチで行くみたいなイメージできてた？いや、もう最初全然できなかったですね。まあそりゃそうだね。 いやでももう本格的だね、マジで。それはもうなんや、かもう本当、もうなんか業者になっとるやん。 完全。いや、もう一人業者というか、一もう、人業者だちゃんね。と法人化してますから。会社はいつ作ったの？もう、今年の自分の誕生日なんですけど、7月30日ですね。あ、そうなんだ。俺も最近やっと法人作って。へえ、じゃあもうあれだね。お互いに業者さんだね。そうですね、もう B2B ですね。そうだ、B2B だね。そうですね。俊英君は合同会社でしょ、多分。合同会社でじゃあ、代表社員同士やね。す。そうですね。合同会社は代表社員だよね、肩書きや。肩書きというか、そうですね。東本。確か。東本は代表社員って書いてあるのかだと思いまな。そう。へえ。まあ、す。振り返ってみて、なんか、
自分の人生が大きく変わったと思うんだけど、今24、はい、5? 今23ですね。23かまだ。3っす。あれ23か。23ですよ。あ、来年24です。あれ、まあ、まだそんなんだっけ。はい、でも僕これ毎回動画で言ってますよ。いや なんかね、俊英くんが成長しすぎて、はい、なんかその成長度合いと年齢がなんか噛み合ってない感じがする。いや全然そんな、もうもっとすごい人たくさんいますから。まあそれ上田意味ではキリがないけどさ。はい。毎回またこれもまた次対談した時も、あ、23?4? みたいな。絶対言う。絶対言うね。あれまだ俊英くん20代みたいな。そうです。23ですね。どうですか、周りの23と自分の23比べてみて。いや、もう全然違いますね。まあ、全然違うよね、そりゃ、ね。はい。まあそもそもなんか地元の人たちと絡んでないんで、うん、まあ、わかんないですけど、まあ、違うと思います、多分。今はなんか、つるんでる人とかいんの？今はもう、つるむ人って言ったらもう、同じ情報発信してる、ビジネスしてる人とか、うん、まあ、あとはまあお客さんとか、ぐらいですね。うん、ああ、まあ、そうなるよね。はい。うん、まあまあ、俊英くんにちょっと聞きたいのが、はい、要は、なんかもう、俺から見るとね、広告費も50万かけて、しっかりその広告運用までしていくってなると、もう、なんか一般の初心者というか、もう業者のなんかもう感じになってるわけよ。はい。まあ、俺も昔やってたからわかるけど、はい。なんかその、まあ、これを聞いてる人になんか伝えてもらいたいのが、なぜ自分がそこまでいけたのかみたいな、何がきっかけでそこまでいけたのかとか、はいはいはい、まあ見てる情報だったりとか聞いてる情報って多分あんまり変わんないと思うんだよね。そうですね、うん、なんでそこまで自分が他の人より、他の人がすぐ挫折する中、もしくは他の人が月収100万いかない中自分はいけたのかとか、はい、その要因とか、はい、なんかちょっとシェアしてもらうと。ああ、わかりました。まあ多分毎回同じことを言っちゃうんですけど、そうですね。多分僕結構その無口な割に、全然なんか、ずっと寝る時間以外なんかずっとビジネスのこと考えてますね。ほう。はい。なんか、次の商品どうしようかなとか、うん、次何、どういう戦略でやろうかなとか、うん、なんかどうやってもっと改善できるかなとか、うん、あの人すごい稼いでてすごいなとか、うん、自分ももっと稼ぎたいなとか、うん、みたいな、なんかビジネスに関することを多分寝る時以外全部考えてて、うん、まあ、要はなんか思考してるみたいな感じですね。ずっとその頭の中が動いてる状態っていうか、まあ柔らかく言うと、はい、うん、はい、まあ、ビジネスオタクみたいな感じかな。いや、もう多分そうだと思います。はい。いや、でもね、オタクはオタクじゃないと、オタクというか、まあ、そういうぐらいじゃないと無理っちゃ無理だからね。そうですね、はい、うん、俺もだって、まあ、ぶっちゃけ365日考えてるしやってるし、まあ、はい、変わらないよね、はい、そこは。そうですね、普通に、うん、ビジネスが好きなんで、うん、そもそも好きになったというか。お、それ好きになった理由は、うん、好きになった理由もなんかやってたらやっぱ結果出てくるとどん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 楽しくなるっていうか、うんうん、ああ、なるほどね。はい、最初の方は多分好きではなかったと思うんですけど、うん、でもやっていくうちに結果出てくるとどんどん好きになってきたなっていうのはありますね。じゃあ元から好きだったわけじゃないけど、俺はこれステップメールで自動で売れたぞみたいな。すごい。あ、そうです、そうです。また売れたみたいな。そういうなんか小さな成功体験がどんどん積み重なって気づいたら好きになってたみたいな感じですね。で、どっぷり使って毎日考えてるみたいな。そうです、そうです。なるほどね。いや、でもね、俺は今もう動画撮ってるからあれだけど、昔その、
メルマガもう全盛期でメールで売ってた時は、自分のコピー磨いて、そのどうステップメール組んでいくかによって売り上げやっぱ変わっていくから、なんかまあなんかさ、メールだけで売れていくってなんか不思議じゃない、ぶっちゃけ。いや不思議ですね、本当に。だいぶ不思議だよね。だいぶ不思議ですね。うん、でそれをやっぱすごいなって思います。そうそうそう、本当にすごいなっていうのを体験すると、なんかもっとこういうコピー書いたらとか、もっと勉強したらとか、なんかそういう風になってくるよね。なりますね。うん、で俺も嫌いだったけど、なんか嫌いだったけども楽しかったっていう、なんかよくわかんないんだけどね。ああ、うん、はい。俺はだからなんか今は、うん、ビジネス稼ぐための商品しか売ってないんですけど、なんかいろんな商品売りたくなりますね。ああ、本当に。なるほどね。はい。俺この今年かな、去年かな、なんか知り合いの人から LP か、はい、書いてくださいって言われて、それが歯磨き、なんかホワイトニングの LP で、はいはいはい、俺ホワイトニングの LP なんか作ったことないぞってだけどまあ一応経験があった、セールスレター書いてきた経験があったから、じゃあちょっと今やってみますよっつってやって、はい、で手直しはまあまあしたけども、なんか業者さん、その業者さんにすげえ喜ばれたね。依頼してよかったですみたいな。ああ。うん。だからそれも、うわ、ホワイトニングやったことがねえな、めんどくせえなと思いつつ、やり始めるとなんかこんなのもあんだみたいな、なんかいろいろ楽しくなってくるというか、うん、なんかやりながら楽しくなってくる部分あるよね、なんかやってると。いや、あります。はい、うん、ありますね。なんかその、続けられない人とか、なんか結果が出ない人って、はい、多分、その、小さい楽しみというか、まあなんかそういうのがないかもしれないね、なんかやってて。そうですね、うん、あとは多分あるのが、そのネットの凄さに気づいてないっていう。ああ、それはあるね。それは間違いない。絶対あると思うんですよね。絶対ね、うん、いかにそのなんか、まあ、メルマガだったらメルマガでお金が生まれることがいかにすごいかとか、うん、それが多分理解してないと思うんですよね。うん、多分理解してたら、あ、もっとやりたいなってなると思うんですよね。そうやね。だから、はい、ぶっちゃけ言うと普通の、稼ぎ方って、まあ、会社に行って稼ぐしかないじゃん、普通って。そうですね。まあそうやって僕たちはね、そのレール上で就職活動というのがレール上にあるわけだからさ、はい、会社に出社して給料もらうっていうのが一般的だからさ、なんかその、はい、自分が何もしてなくてもメールが配信されて、それから勝手にお金が生み出されるっていうのは、ぶっちゃけなんか普通の生活からはなんか離れてるというか。そうですね、だいぶ離れてると思います。だいぶ離れてるよね。はい、なんか、はい、魔法の世界というかそうですね。だからその魔法の世界を自分でやっぱ実体験できるからだと思うんだよね。なんか多分ね、聞いてる人もネットってすごいだろうなとか、そういう自動で行く部分もあるっていう、まあメルマガは自動でシステム上そういうのがあるわけだからさ、まあうまく活用すればそういうことはできるんだろうなって思っててるけども、それを体験 してる人がいないや、多分。いや、ほとんどいないと思います。うん、だから それをね、体験しないとやっぱ凄さを感じないだろうね。はい。だからなんか結局いつも通りの生活に戻っちゃうというか、そこにやっぱのめり込んだ方がいいし、なんか俺もずっとネットをやってきて思うことが、ネットは神だなっていうのはいつも思うから。いや、僕も本当に思います。うん、ネット以外の選択がないもん俺。いや、僕もないっす。あ、ないんだ。はい、僕なんて最近ちょっと膀胱炎になっちゃって、ほう、で熱とか結構2、3日続いてたんですけど、うん、それでもメルマガが働いてくれてたんで、うん、ちゃんとそのリスト集まったりとか、うん、その返信が来たりとかしてたんですよね。ああ、そう、でそれでやっぱネットだなと思いましたね。まあそうだよね、普通膀胱炎だったら会社出社できないからね、はい、絶対できないですねうーん、いやでもよかったね、まあよかった本当に
よかったです。はい、まあ変わってくれてよかったですよ。そうですね、うん、でもっと変わります僕は。あ、なんか前ランボルギーニ買う言うてたからね。あ、そうですね、はい。買えるぐらいまで全然あります、うん、なんかなんだ、最近連絡取ってないけど、なんかランボルギーニ買ったコンサル生の子が、はい、あ、ウラカンか、ウラカン乗ってた子が今年アベンター買ったから。また買ったんですか。さあ、アベンターに乗り換えだ。だから多分ウラカン売ったんじゃない。でアベンターに乗り換えたっていう。アベンターは5000万だったかな。すごっ。うん、まあでもね、俺ウラカン乗ったけど、乗り心地は良くないよ。ああ、まあでもなんか大体いい車ってそうっすよね。まあまあまあ、スポーツカーは乗り心地、ね、うん、乗り心地は求める車じゃないからね、あれだけど。ですね、はい、うん、完璧に。なんか今こうなりたいとかあんの？23歳の俊英くんから見て。だってあと7年もあるわけやん。7年もってあれだけど、30まで。みそじまであと7年あるんやで。はい、そうですね。なんか20代にしておきたいこととか、なんかあんの？そうですね。そうだな。でも1回ぐらい東京に住みたいですね、やっぱ。へぇ。数年でいいんで。おお、はい、ずっとはちょっと多分無理なんで。それはなんで東京に住みたいと思う？やっぱ東京にいるといろいろ融通が効くというか、うん、人も会いやすいですし、うん、なんか勉強もしやすいかなと思って。なるほどね、はい、今愛知だっけ？今愛知ですね、うん、はい、そっか。東京やっぱ憧れる。まあ憧れルッチャー憧れますね。ああ、なるほどね。まあ23やからね。そうですね。まあ1回ぐらいなんか、うん、タワマン住んでもまあいいかなっていう感じですね。なんかやっぱ経験としてそれはなんかやっておきたいというか。まあそうだね、23やからね。はい、23なんで。そう、いろいろ体験しとった方がいいかもしれない、ね、そうですね。なんかいろんな体験をしたいですね、本当に。なんか山にこもってみたいなとかも思いますし。なるほど。はい、海外暮らしたいなとか思いますし。あ、だって俺さ、今年37で俊英くんが23でしょ、はい、だから14年の離れてるわけやん。そうですね。なんかすげえおっさんになってるけど、なんかおっさんトークでなんかいいなみたいな、なんか羨ましいなみたいな。いやでも僕ももうおっさんになるんですよ。いや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 、みんななりますよ。いや、23でおっさんはさすがにそれはないね。完全に今バットついたね。いや、23でおっさんはないでしょ。23でおっさんはないだろ。いや、でも本当俺なんかもう本当に髪の毛薄くなってきたからさ。いや、そうそう、本当にちょっとなんか手入れしないってマジでハゲるなって。まあハゲてきてんだけど。いや、ネタで使えるけどいいけど、じゃ実際本当にハゲたらちょっとやっぱなんか残念な気持ちになるなみたいな。ああ、でも僕は全然そんなあんまり気にならないですけどね。ああ、別に、はい、それもそれで別になんか個性というか。まあ薄くて、あのハゲでも、はい。ああ、そっか。じゃあ全然。だって鴨頭さんとかそうじゃないですか。まあそうやね、そうやね、はい。まあ逆に鴨頭さんが髪の毛生えてたら逆にもう無理だね。確かに今ふさふさで出てこられたらちょっと多分みんなちょっとあれだよね、多分。いや、ちょっとハゲのままでいてほしいですみたいなね、多分。確かに、いいねって言えないですね。なかなかそのカツラちょっとまずいっすよみたいな。なるほどね。まあちょっといろいろとなんか雑談みたいになっちゃってるけど、まあこれ聞いてる人に俊英くんから、今後どういうことをやっていけばまあ稼げるのかとか、
自分が苦労して乗り越えてきた体験とか、なんかこれから頑張りたいっていう人になんかメッセージ、応援メッセージちょっとください。わかりました。そうですね。まあ、ネットの稼ぎ方っていうのはやっぱりいろいろあるので、その中で、まあ、自分ができそうなやつをまずは一つ決めて、で、それをまずは一点集中でやってみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。あとはまあ、できればまあ、ドリームアカデミアに入って、で、そこでいろいろまた、細かいこととか本質とかを勉強すれば、さらに、お金も稼げますし、まあ、いろいろ成長できるんじゃないかなと思うので、はい、僕もこのまま頑張ってやっていくので、一緒に頑張っていきましょう。以上です。なんか台本ありそうな感じだったけど大丈夫？ ないです、ないです。全くないですよ、台本なんで。いや、でもなんか番宣していただきありがとうございます。でも僕の、あれなんですよ、僕のブログとかで、吉谷さん紹介してるんで、普通に。俺ね、申し訳ないですけど、最近俊英君のその紹介ブログを発見しました。あ、マジっす紹か？介ページを。あれめっちゃ書いとるやんみたいな。そうです。ね、めっちゃ書いてるよね、なんか。書いてますでね。も、確かね、ローが間違ってたような気がするんだけどな。吉谷拓郎のローが月じあ、ゃ本当なでかっすか？た。多分、ちょっとじゃあ直しておきます。ちょっと見てみて。俺もなんか、あれ、俊英？俊英？俊英？みたいな。俊英、ロー間違ってんじゃない？みたいな。や、ロー、あれ、間違える時ありますよね。いあや、れ？もう、なんだ、ローが、太郎のローでいつも間違えられるのは俺慣れてるからさ、いいんだけど。編集します。あります。いや、SEO 的に一応、ローああ、そうですね。の、部分で、そっちの方が多分いいと思う。まあ、俺の名前そんな売れてないからあれだけど、まあ、ちょっとは来ると思うんだけど。まあ、あれ嬉しかったね、あんな書いてくれたのは。ああ、本当ですか。ありがとうございます。なんか動画とかもなんか貼り付けてなかった？あ、動画も、はい。貼り付け二てたよつね。2つぐらいなん貼っかてます。ね。はい。おざっす。こちらこそありがとうございます。いや、僕はね、嬉しいんですよね。ちゃんとやってもらえるのは。なんか、やっぱ同じことを教えててもさ、なんか切ないじゃん。なんかもちろん人それぞれそのスキルだったりとか受け取り方だったりとかいろいろ違うし、あれなんだけど、少なくとも俺は自信を持って提供してるし、やってもらえればこの結果出るぞだと思うし、講義もなんか作ってるんだけど、なんかやってもらえない、頑張って作ってるけどやってもらえないのが多いわけよ。そんな中、それそうですを、ね。そんな中やってくれて、結果出ましたって言ってくれると、俺のやっぱモチベーションにはなるよね。そうですね。まあ、あと、まあ、自分も成果報告することによって自分のモチベにもなるんで、ありがそとうれございもまやっぱ、す。やっぱまあネットビジネスって孤独やから、なんか僕も結果報告してくれって入れたのも、結局俺も一番最初一人の時しんどかったし、でもなんか結果報告吉谷さんにしたら、なんかもう頑張ってるじゃねえみたいな、なんか動画が送られてくるから、なんか一人でやってるんだけど、なんかそこはちょっとなんか違う感じにさせることはできるかなと思って、結果報告くれた人に関しては全部動画で返してるけどさ。だからなんか稼いだ報告じゃなくても全然いいんですよね、それって別いに。や、全然いいよ。普通になんかコミットこれ頑張りましたとかでもいいんで、もっと他の学生さんもやればいいのになって思ってます、いつも。だからね、ルール変更、ルール動画をね、4K でまた新しく、この絶対に結果が出る、最新ルールみたいな。っていうまのを、た新しくなるんですね。また新しく、ポータルサイトも変えるし、その一番最初に見るルールも、
これやれば結果出るよっていう、もう一本に絞って、もうまた取り直す。あ、そうなんですね。でも本当あれやれば、その交代することはないと思うね。なんかコミットメントするとか、とにかくアウトプットして、で、僕もそれに対してフィードバックするからさ、それやってて、交代することはないと思うんだよね。前に進みやすいと思うけどね。そうですね、本当。まあそんな感じで、ドリームアカデミーはちょっとポ、あの、いろいろとリニューアルしていこうと思いますんで、楽しみです。頑張ります。じゃあ、まあ今回はですね、俊英くん、まあドリアカでも講義の方をちょっと提供、ステップメールとかね、ちょっと講義の方を提供していただいたりとかしてるんですけども、今回は俊英くんと、ちょっと対談の方をさせていただきました。俊英くん、ありがとうございます。ありがとうございます。